これあれだね、敵の特性とかも覚えつつやらなきゃいけないんだ。さっきみたいに、ライトで、うわぁ夜の街、いなくなったポロをお姉ちゃんは探しに出かけました。でもお姉ちゃんも帰ってきません。私はポロとお姉ちゃんを探しに夜の街へ行こうと思います。そんなに遠くへ行ってないはず。街を探し回るうち、学校でポロらしき犬を発見。夜の学校への潜入が始まる。びっくりした、なんだあいつ。あ、アニメーション入った。もう人体模型先輩怖すぎんよ。あ、ポロ。あ、ポロ？え、ポロ！ここは開かない。どこか別に入れるところはないかな。周りを探してみようっと。はあ、いや、夜の学校に忍び込むとか普通に犯罪だからね。で、前回ここがなかなかね、クリアできなくてですね、気づくと死ぬんだよね。お、さっきのね、くるくるなんか光ってらっしゃる方は足が速すぎてちょっと無理なので勝てないので、ちょっとこっちから、いやー、いざまみろー、味噌漬け味噌漬け。いや、絶対無理や、こんなとこ。行ってみるか。いた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 。はあ、いかん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 。ああ、めっちゃいる、めっちゃいる。ああ、さっきここから歩道に出たら死んだので、ちょっと今度。びっくりした。びっくりすんな、もっと。あー、地蔵見つけた。あー、セーブです。セーブします。ここだと。プールがここ。まあとりあえず上行ってみようか。お、いかんいかんいかん。ここ行けないと。おー、びっくりしたー。Z がおるやんけ。お、ここ入れますね。空き地って書いてある。学校の横にあるお地蔵さん、そのそばの背の低い木の下に抜け穴が隠れてる。通った後は葉っぱであなたを隠すこと。抜け道のメモを拾った。学校の横にあるお地蔵さんのそばの背の低い木の下に抜け道がある。あー、なるほどね。それを教えてくれるためのとこなのかな、ここは。ありがてえぜ。移動する。こっちに行こう。シュワッチ、まぶし。はい、ここです。ここか。無理、これ無理やろ、これ無理やろ。
いやこれ無理やろ。よし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 、で、まだおんのかい。大丈夫、怖くないからね、怖くない、怖く、あれだよね、あの、怖くない、怖くない。ちゃんともうなんか視界から完全に外れるともう追ってこないっぽかったから、さあ消えろ。はい、消えた。でもいなくなってないんかい。そこ結構きついから、ちょっともうちょっと、もうちょっと動こうぜ。ハサミ打ち。次の獲物だポン。お、今回2人同時に来てる、ラッキー。いけた。イエー。え、ちょっと何？民家にし、え、何？これとか？あ、これとかか。田んぼの北側にある峠で若い女性が行方不明になっています。あ、隅っこに落書きがある。学校のプールのそばのお地蔵さん。その近くにある背の低い木の下に抜け穴が隠れてる。通った後は葉っぱであなたを隠すこと。あ、お地蔵さんだ。セーブできないの。でもまあこれでね、お地蔵さん、お地蔵さんのクエストはね。で、プールのそばのお地蔵さん、背の低い木の、ここ、これだ。あ、木の隠れた？ん？木に隠れたフェンスに穴が開いてる。ここから中に入れそう。ん？お、入れた。おお。おお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 。何やお前。え？お前ドキドキ分ゲームはダメだって。あー、もう動けない、動けない。あー、アニメーション入った。なになに？以上かよ。あー、ランドセル、ランドセル、ランドセル。
ラランラン、ランドセルは、てんてんてん、天使、おぉ。よし、よしよし、お地蔵さんクエストは順調に。この先、鶏小屋、右ゴミ捨て場、右、間違った、左ゴミ捨て場、右プール。あ、そうっすか。は？あ、これは、お姉ちゃんの靴だ。でも、どうしてこんなと。あ、びっくりしたなぁ。これポロじゃない、ポロ。え、ポロだよ今の。ポロじゃなかった。見りゃわかんだよな。お姉ちゃんの靴を忘れてきちゃった。取りに戻ろう。お前すげえ度胸してんな。おー、どっち行った？こっちか。え、広い、怖い。はっ、なに、ニワトリか。ハテナがあるってことは何かアクションができそうなんだけど。鍵がかかっているみたい。はい、くしゃー、なに？え、どういうこと？は？覚えゲーか、これ。なるほどね。まあ、どっかで鍵を開ける必要が出てくるんだろうね。とりあえず上行ってみるか。あ、頑張りまーす。ありがとうございまーす。お前の席ねえからされてんじゃん。え？アニメーション入った。あーあー無理だって。何？え？なになに？何かで気をそらせないかな。ペッペッ。おおおお、え、させんなよ、まったく。一回ニワトリ小屋に行ってみて、鍵ないみたいななったらちょっともう一回行くしかないけど、多分あるんじゃないかな。
はい、ただいま。お、ああ、こういうこと。鶏小屋の鍵、鶏の絵が描かれている鍵、飼育当番の子が落としちゃったのかな。鍵が開いた。あ、閉まったんだが。あ、あ、そういうこと。コケコケ、邪魔だよ。プールの鍵を拾った。邪魔、お前ぶっ殺すぞマジでこの野郎、焼き鳥にしてやろうか本当に。はあ、次はプールに行かなきゃいけないんですか。いや、これでいいことが分かったね。アイテムは、こういう鍵とか石とか10円玉みたいな消費系アイテムじゃなくて、鍵みたいなアイテムに関しては、一度ゲットしてしまえば。一度ゲットしてしまえば死んでもゲットしたことになることが、これで、立証されたというかね、そういう感じですな。次、プールに行く感じかな。次はで、プールはどこにあるの。プール上だよ。あ、あったあったあった、ここか。プールに入る扉だ。プールの鍵、プールと書かれたシールが貼ってある。鶏たちが温めたのか、かすかにあったかい。鍵が開いた。なんでこれいちいち閉める。おお、濃いじゃん。金魚だね、かわいい。おお、デメキンだね。デメキンがいらっしゃいますね。それで、あ、お前か。お前映んねえから何。で、これは何をすればいいんだろう、ここで。排水管だ。水を抜いてそこを見てみる。見てみる。デメちゃんたちはどこ行った。おー、生きとるやんけ。なんでやねん。排水溝だ。あ、何か取ってみる。はい、濡れた骨を拾った。ズタズタの水着を拾った。以上かな。とぅ、もしかしたら骨をあの犬っころに投げつけてやって、そいであのあれなのかもしらんね。行け。え、やり方がわからん。ちん、何か置けそう。骨でしょうよ。排水溝に詰まってた小さな骨、柔らかい苔が生えている。
ベチクイ。濡れた骨を取られた。嘘だろ。お、満足してくれたようでございます。行っちゃったみたい。よし。で、そう、ここも掘れるんだよね、なんかね。けど、スコップがね、お砂場にないかな。あ？あ、もしかしてこれ。あれかな、学校の砂場なのかな。ちょっと後で見てみるのもいいか。お姉ちゃんの靴だ。お姉ちゃんの靴を拾った。あ、以上か。あ、終わった？セーブしますか？セーブが完了しました。あー、なるほど。おー、びっくりした。お姉ちゃんの靴。お靴を履くお姉ちゃんを思い出します。あの日は、このお靴を履いていっちゃった。今は、片方しか履いていないのかな。お姉ちゃん、どこに行ったか全然わからないけど、とにかくどこか探さなきゃ。田んぼの方も探してみるかな。田んぼに行けってことじゃん。よし、まあ時間もいい感じなんで今日はここまでにします。セーブする。セーブ完了。 OK、 よし。